こんにちは。僕らの休日のゲンです。今日はですね、10兵衛のただただ撫でられている動画を見ながら、10兵衛の生い立ちについて紹介していきたいなって思います。ラジオ的な感覚で聞いていただけたらと思います。はい。皆さんご存知のこの今画面に映っている10兵衛なんですけど、そもそも僕の家にやってきたのは、大学4年生の時です。なので今から3年前になりますかね。僕小さい頃から犬をずっと飼いたいなっていう夢があったんですけど、なかなか叶えることができなくて、大学4年生になった時、就職先も決まって、これで社会人になるっていうタイミングで犬をちょっと飼ってみようかなって思いました。10兵衛はペットショップで買ったわけでもなく、ブリーダーさんからもらったわけでもなくて、犬や小動物などを飼えなくなってしまった人と、それを飼いたい人をマッチングさせる、ペットのおうちっていうサイトがあるんですけど、そこで10兵衛と出会いました。ああ、ちょっと可愛いですね。今この10兵衛ね。この浮いている左足が特に可愛いんですよね。もともと大阪にいた10兵衛は、引き取り手は関西の人を募集していたんですけど、僕、この10兵衛を見つけた瞬間に、その人に連絡を取って、長野なんですけど、自分が伺うのでいただけないでしょうかってことをお伝えしたら、ぜひ来てくださいとおっしゃっていただいて、10兵衛と出会うことができました。そんな10兵衛が、僕の家にやってきたのは、まだ生後4ヶ月の時ですね。もっともっとちっちゃくて、ぴょん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 跳ね回ってましたね。十兵衛はとっても優しくて、誰に対しても噛んだりはせず、一番はでも臆病ですかね。ただ一回慣れるとその人のこと忘れないで覚えていて、人懐っこくくっついていきます。柴犬って噛んだりだとか吠えたりっていう風なイメージがある人もいるかもしれないんですけど、十兵衛は噛んだりとかってことは一切ないです。今ちょっと眉間を撫でているんですけど、ここ多分気持ちいいんですよね。こうもう眠気と戦いながら撫でられています。実を言うと、僕らの休日の栗は犬が大嫌いなんですよね。だから初めて十兵衛と会う時も、自分は犬が怖いからっていうことをずっと言っていたんですけど、いざ会って一日過ごしてみると十兵衛にぞっこんで、また十兵衛に会いたいなーっていつも言ってます。なんか十兵衛は犬嫌いの人をちょっと克服させる力はあるんじゃないかなって僕は思ってたりします。マスは十兵衛が小さい頃から知っているので、よく白馬のゲレンデに一緒に行ったりだとか、釣りに行ったりとかで遊んでくれました。十兵衛もマスのことをね、小さい頃から遊んでるのでずっと覚えてます。最近は僕らの休日は3人で活動することが多くなってきてしまっていて、十兵衛を一緒にね外に連れ出すってことができていないので、そろそろ4人でどっかに行きたいかなって思います。そう、今十兵衛は僕の実家にいるので一緒には住めてないんですよね。本当は一緒に住みたいんですけど、賃貸の関係もあってちょっと別々で過ごしてます。週末に会いに行くっていう感じですかね。この横になっている時の凛とした横顔がとってもかっこよくて、もう可愛いんですよね。十兵衛を連れて行くといろんな人から声かけてもらって大人気です。でもそういうことを十兵衛はあんまり好んでないのかなと思ったりもします。では
ここからちょっとマスト栗に十兵衛についての印象をちょっと語ってもらいたいと思います。お願いします。十兵衛は僕にとって初めて心を許せた茶色い犬でした。柴犬ってどういう犬かは知ってはいたけど、実際にこうね十兵衛触ってみると、ああいいなって、かわいいなって、柔らかいなって笑ってるなみたいな、僕本当に十兵衛のことが好きですけど、たまらない僕の大切なファミリーです。ああ、いつ十兵衛、十兵衛っしょ。十兵衛ね、あいつと会ってからもう3年くらい経つけど、まあもう完全にマブ立ちだよ、あいつは。僕らの休日のメンバーに入ってきてよかったなって思うし、まあ別になんかもう犬として可愛いなって思ったことはあんまないけど、まああいつと出会えて本当よかった。今まで感謝してる、ありがとう。まあそんな感じっす。GoPro 撮影ストップ。 GoPro 撮影ストップっていう感じで、よく分かりませんでしたけど、十兵衛はみんなから愛されてるかなっていうふうに思います。では残りの時間、十兵衛の眠気と戦う姿をお楽しみください。